アルフォンソ・サモラ・キロスは、メキシコのプロボクサー。メキシコ式出身。元 WBA 世界バンタム級チャンピオン。名白楽空与、エルナンデス・門下で共に学び、互いの名前の頭文字を取って、Z ボーイズと呼ばれたカルロス・サラテと共に1970年代の黄金のバンタム級に一時代を築いた。アマチュアで54勝45個、RSC1 敗という戦績を記録。 1972年に17歳で出場したミュンヘンオリンピックではバンタム級で銀メダルを獲得。1973年4月16日に RKO 勝利でプロデビュー。1974年7月9日、日本バンタム級王者の内山慎太郎に6、RKO 勝利。1975年3月14日、20戦。 全個勝利のパーフェクトレコードを引っ下げて、WBA 世界バンタム級王者、甲州間に挑戦。4R、ロープに詰まった王者に、左右のフックを叩きつけて10カウントを効かせ、若干20歳というバンタム級史上最年少、記録での王座獲得となった。1975年8月3日、初防衛戦で、頼むチットスコ隊の挑戦を受ける。4R に連打でダウンを奪い。 立ち上がった挑戦者に、さらなる連打を浴びせると、リフェリーが試合を止めた。1975年12月6日、ソクラテス・ベトトと,と2度目の防衛戦。2R にボディブローでダウンを喫するが、立ち上がると逆にボディでダウンを奪い返し、さらに連打を叩きつけて10カウント効かせ逆転こと、なった。1976年4月3日、3度目の防衛戦で後に、フェザー級で、 世界王座19度防衛の名王者となる、エウセビオ・ペドロサの挑戦を受け、2R に狙いすました左フックを叩きつけて小勝ち。1976年7月10日、ヒルベルトイルエカを挑戦者に迎えて4度目の防衛戦。2R に左のパンチで最初のダウンを奪うと、3R に右のパンチでダウンを追加。そのまま挑戦者20カウントを聞かせた。 1976年10月16日、5度目の防衛戦で前王者、高週間を12機戸で返り打ち。挑戦者の地元、韓国で行われたこの試合は、序盤から王者が何度も、クリーンヒットを受け膝を揺らす挑戦者有利の展開となったが、11R に王者が猛反撃で挑戦者に、ダウン寸前の大きなダメージを与えると、続く 12R に、 ロープに詰めて、めった打ちにしたところで、レフェリーが試合を止めた。このレフェリーの裁定に、納得のいかない観客が不満を爆発させ、リング内になだれ込み、レフェリーを殴り倒すという暴動騒ぎとなった。1977年4月23日、すでに金銭的トラブルから空与エルナンデスとたもとを、分かっていたサモラは、元同門の WBC 世界バンタム級王者、 カルロス・サラテとノンタイトル戦で対戦。サモラのここまでの戦績は29戦全後勝利というパーフェクトレコード。対するサラテも45戦、全勝44個とサモラと遜色のないレコード。高い孤立を誇る無敗の世界王者同士のライバル対決に世界の注目が集まった。試合開始から激しくパンチを交換し、1R。 2R と互角の打ち合いを展開していたが、次第に、パンチの的確さとディフェンス力で上回るサラテが試合を支配。3R 終了間際にコンビネーションを浴びて、最初のダウンを喫すると、立ち上がったところを連打にさらされダメージを追加される。ここは辛くもゴングに救われたが 4R 開始早々に、再びダウンを奪われると、試合は一方的な展開に、 さらに連打を浴び3度目のダウンを起死したところで、セコンドのアルフォンソ・サモラ SR がタオルを投入し、30戦目で初の敗北となった。なお余談だが、この試合の開始直後に下着姿の男がリング内に乱入し、試合が一時中断されたほか、試合終了後に両陣営が乱闘騒ぎを起こすなどのハプニングがあった。 このライバル対決での敗北を境にサモラは制裁を失い、勝ち負けを繰り返すこととなる。1977年11月19日、6度目の防衛戦で、副兵ホルヘルハンに、まさかの 10RKO 負けで、王座陥落。中盤から挑戦者にペースを握られると 10R に、ダウンを奪われ戦意喪失。座ったまま、首を横に振り、 そのまま10カウントを聞いた。1978年10月26日、ここまで29戦を戦い敗戦は負傷判定での1敗のみという世界ランカーのアルベルト・サンドバルとの対戦に 8RKO 勝利で健在ぶりを示した。1979年7月22日、ルハン戦後3連勝を経て WBC 世界ライトフライ級王座に二度、 挑戦経験のあるファンアルバレスと対戦。5R にバッティングでアルバレスが試合続行不可能となるとサモラの反則失格が宣告され3敗目を喫した。1979年11月16日 WBC 世界バンタム王座挑戦者決定戦でエディ・ローガンと対戦。6R に先にダウンを奪ったが 8R に二度倒し返されると続く 9R に リフェリーが試合を止め、連敗となった。1980年9月19日に3、RKO 負けで5度目の敗北を喫すると、この試合を最後に引退。まだ26歳という若さであった。2005年、世界ボクシング殿堂に、殿堂入り。54勝1敗38戦33勝5敗。ありがとうございます。